はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。サガコレクション、サガ3ですね、前回の続きからやっていきます。で、弥勒城ですね、まあ、城っていうか塔なんですけど、まあ、ここから乗り込むところからやっていきます。で、多分左右は何もないよね。何もないと信じる。で、これはなんだ、登ってく系か。先制攻撃、まあ、基本はもうクエイクで一掃する方向にしよう。で、ディオールもちょっと一回クエイクを唱えて、こっちのクエイクプラスのクエイクで倒せれば効率がいい。あ、無理か、見張り兵とか。あ、宝箱あるね、取ってこう。ハイポーション、うお、なんだ、踊りだこ。半魚人よりさ、サハギンの方が強そうじゃん。いやー、やっぱディオール弱えな。でも魔法が、もうレベルアップ。踊りだこ、でかい肉が。で、基本的にこれなんだ、登ってく系か。かといってディオールやることないんだよね。あ、でもフォルナレフの方が早い。レベルが上がったからか。ひたすら登っていく感じ。地震に弱いと楽だな、本当に。いや、でも相変わらずのこのエンカウント率の高さだな。効かないやつがいたら効かないやつを武器でフォローして倒すっていうのが、まあ今のところのセオリーかな。これずっと左から行ってるけど、宝箱とか大丈夫かな。いやー、地震においと倍だからね。サイコガン、サイコガン。あれ、なんか2つ手に入れた。まあ、ソードよりは若干の方がいいのかな。あ、上がったる。魔力が上がった。これは最高がいいね。あ、で今、賢者の杖か。素早さが下がるね。じゃあ、あれ？賢者の杖で素早さ60だもんね。今、こっちの方がいいやん。右の方とか見てないけどさ。大丈夫か？あ、右に宝箱があった。今、見えた。うわ、混乱した。で、クイックがミスると打ち漏らしがあるからね。大地の石、ドラゴンソードいいね、強い。で、今どれくらい登ってきた、正直よくわかんねえんだけど。ひたすら登っていけばいいのかな。 FF6 の狂信者の塔を思い出すよね。あと FF5 のだっけ、ドラゴンの塔だっけ、フェニックスがやるとこ。持ち物がいっぱいでテレポを取れません。え、いらねえんだけど。そうか、もう持ち物いっぱいか。じゃあどうする。いらないの結構あるよね。もうポーションとかいらないし。ハイポーション減ってるやつに使おう。はい、終わり。一応2つ開けた。これでテレポは取らない、持ってるからいらないもん。100、これでハイポーション使えばよかった。サイコガン、本当にこのさ、一歩ごとにさ、エンカウントするの本当にやめてほしいんだけど。大筒のパーツ、結構良さそうなパーツだね。モンスターがいる、回復しよう。もう回復するやつがないから魔法でいくか。ケアブラでいいんじゃない。これ以上先へはいかせん。なんだ、デューン、ポールナイフ、ミルヒー、シリュー、どこだ。なんだ、なんでこいつだけのけものになってんの。おや、なんだこのドアは。貴様、
誰かと思えば革命軍のディオールだね。ネメシスをどこへやった。人質に取られた者の態度じゃないね。ソウルと女は異次元へ連れて行った。お前が逆らうと女の命はないよ。卑怯だ。愚かな。たかが女一人のために。貴様ほどの戦士がまるで猫のようにおとなしくなる。死んでもらうよ。なんだ、サブマシンガン撃たれてんだけど。いて、下に落ちたようだなって。あれ、ディオールがいないぞ。4人一気に落ちたかな。てか、魔物は？宝箱がある。テレポ。もう一個下に落ちただけじゃん。で、こっちがなんかあんのかな？あれ？さらに上へ行ける。ん？なんだ？解放ション。バトルスーツを取れません。解放ション使おう。適当に。で、バトルスーツで、サイバースーツって素早さが上がらなかったっけ？ただ攻撃が上がったな。71ある。66。まあ、素早さを取るか、攻撃を取るかって言ったら、攻撃を取っておこう。で、ここか。なるほど。宝箱取ってよかった。隠し扉か。よし、行こう。こんな道あったんだ。で、一応こっちも見ておくけど、何にもない。いる。ディオールがやられている。これで大丈夫かな。貴様たちだね。ドグラやカオスを倒したのは。そいつのようにズタズタにしてくれる。必ず音も連れてるよな。ヘイストかけよう。まずヘイスト。で、魔法の人たちは別にいいでしょ。クエイクで一掃した後にファイガで攻めるか。うわ、強い。ちょっと待って。これでオトモは倒した。で、ヘイスト、ヘイスト。で、ポルナイフが減ってるんで、自分で回復しよう。ここはケアルガで行こう。押しまず。で、ファイガの方が火力は高そう。428、強い。320。350。OK。やった、回復しつつ、攻めていこう。うわ、ブリザが。いや、なんか、あんまり強くねえわ。火力で押していけんな。ここは、全攻撃集中。ブリザが。これでも100くらったってことか。ヒットポイントを少し高めに保っておきたいんで、200台の人。は回復しよう。魔法組を回復に回そう。で、武器組はそのまま。で、ポルナレフを回復させれば OK だね。割と先手は取れるっぽいんで、割とね、たまに先手取られ、最初先手取られたよね。弱っ。974。よし、レベルアップ。こいつらみんな何にも言わないで死んでいくよね。ディオール、すぐボルフェスのところへ連れて行く。死ぬなよ。時空ワープを取れません。それは嫌だ。なんだ、そうするとサージュとかいらないけど、ちょっと4つ捨てられるか。これ4つ捨てた。時空ワープで、テレポで出よう。で、こっから通信機を使うんだよね、確か。パルサー博士、パルサー博士、応答願います。こちらパルサー。時空ワープとリモコンを手に入れました。よし、わかった。神殿を爆破したらまた連絡を入れる。はい。よし、これでリモコンを使えば使った場所にステスロスがワープしてくるはず。なるほど。レーザーとかいらねえんだけど。どれだ、リモコン。来た。地上に降りるぞ。ドクター・ボルフェス、ディオールを助けてください。ほほ、これはこっぴどく痛みつけられたな。助かりますか。何を言うとる。わしはバイオ技術があれば細胞のかけらだけでも心配はいらぬ。
そこで待って俺。痛え痛えじゃねえか、このヤブ医者。もっと優しくしろ。元気だな、意外に。おかげで助かりました。急いで異次元世界へ行かないと。時空ワープは手に入れた。時空ワープは一度しか使えません。異次元へ着いてクエーサー博士に会えないと帰れないかもしれない。それでももう行ってくれますか。もちろんだ。なんか博士そのままどっか行っちゃったぞ。また大怪我したらわしのところへ来なさい。これもう行っちゃっていいのかな。これで入ってで時空ワープつけて、そうカプセルホテル、これ宿屋。ちょっと機能を見てみる。ここにあれがあるはず。浄化マシン、あのモンスターとかになった時に人間に戻れる装置です。単純に便所だけどね。でここはなんだかよくわかんない、よくわかんない部屋。一応今のところこんなところ。じゃあワープして軸に行きましょう。おっ、報告します。時空間ワープで時空ワープホバーエンジンが破損、使用不能です。仕方ない、駆動エンジンだけでは陸上しか移動できない。とりあえず外に出よう。デューン、ここから二手に分かれて探そう。俺は先発隊を、君たちはネメシスを探してくれ。ソウル神の救出はそれから。分かった、気をつけていけよ。街に入ってった、俺も街に入ろう。装備を整えたい。最近は海や空に異変が多くてムオンやサモンが使えない。でここダリウスの町にも定期船ができた。コムソウみたいなのがいた。この世界にはかつてステスロスの乗組員だった4人の男がいる。で異次元ってどういう立ち位置なの。なんかすげえ普通の人たちなんだけど、これはなんかシルフっぽいけどね。コムソウとかなんかちょっと怪しい人はいんな。ユニット、そういえばこの前もボラージュってやつが探していた。ザカリオンの聖剣は選ばれた者にしか抜けない。でここ時の流れがないって言ってたよね。魔法屋さん、ケアルガエスナバイカテレポ。次は武器屋さん。ドラゴンソード買っとこう。バズーカーとかいらないっしょ。時空の剣だったらドラゴンソードをもう一本買っておくか。てかいらないの売ろう。ミスリの靴でこれもいらない。あれ今何言った間違えたかもしんね。まあいいや。だおさゆがするちった、いいや。でテレポもいらない。バンダナいらない。風の人が売ったんじゃないよね。あそうだよね、売れないもんね、危ねえ。サイバースーツ、ミスリル、ベレー帽。ベレー帽ってなんで手に入れたんだっけ。コーヒーとか一緒。44マグナムもいらない。サイズコンももういらない。照明弾いらないな。なんだかんだで使わなかった。でサイコアマンも一緒。サイコソードいらない。サブマシンガンもなんだかんだでいらない。でドラゴンソード1本買おう。でこれは支流で防具屋行って、なんとなくドラゴンヘルプで盾もいける。ブーツもいけるか。よしでまた装備させよう。じゃあ装備できたんで他、ここ宝箱 S な。これ買ってパクってっけどいいの。照明弾、何の部屋だったんだこれは。そういえばこの前もステスロスに乗ってたやつが来た。機内や行きの船は海が荒れてしばらく出せない。で一周してきた感じか。ここはまあこれだけで、一応ねステスロス動かせるとは思うんだよね。発進
そうで、駆動エンジンしかなくて、で波動砲が役に立つ。敵100件迎撃します。100ちょっと。敵は船内にワープしてきた。ワープなんだ。まあ、相変わらずのクエイク戦法でいこう。うおー早い。げっ、なんか呪われたんだけど。え、どうなってる？能力戻ってる。で、まあ、別にステスロスに乗る意味はないんで。うおー、なんかボスの音楽だ。ネミシスという女性を知りませんか？そうですか、あなた方の知り合いでしたか。私はエイタール。北の迷宮のフェンルリにその子がさらわれるのを止めようとしたのですが、逆に村の者を石にされて、この世界のものには彼らには逆らえないのです。それじゃあ俺たちがそいつを退治しますよ。本当ですか？それならばこの村の中にあるマタタビの木からマタタビを取っていってください。迷宮で使えば万人が眠るはずです。よろしく頼みます。こいつは敵なんだよね。にゃお。先制攻撃、化け猫クエイクで倒す。倒せねえ、強えんだけど。こんなに強かったっけ化け猫って。痛い。賢者の杖231、結構杖でもダメージ当たんな。で、あちち炎は動いてる。これなんだ、テレビか。あ、宝箱。おや、この人は旅の途中みたいだな。なんてわけのわかんないところで石になってんだ。動かせる。で、また旅ゲットして、で、上の迷宮に行きましょう。ラミア、まあまあ、おっとっと、クエイクで行こう。水鉄砲、霊気に強い。ドラゴン系か。体勢的にドラゴン系は装備しておきたいよね。一応能力見てみよう。霊気と竜巻に強いのか。炎と地震は変わんないんだ。まあ、地震は体勢なかったとしても、あれ誰に使えって言ってた。また旅。甘い香りが迷宮内に立ち込めた。グーグー、やった、ぐっすり眠っている。邪魔。普通に敵は出る。こいつ動いてんじゃねえか化け猫。げっ、ハーピー飛んでんのか。クエイク戦法がそろそろきつくなってきたな。敵のヒットポイントが高いからね。これやっぱりエスパー2人いた方がいいよね、普通に。人間エスパーでも全然なんとかなるから。またこのパターンか。そうするともはやもうすでにブリザバッタイガとかってグループにはならないっけ。まあいいか、じゃあクエイクにしよう。急降下130、結構強いな。ミスってるし。ドラゴンソードのドラゴンソード、賢者の杖、けえ毒になった。サイコガン、サイコガンもそこそこダメージ当たんな。鍵がかかって入れない。うわー、ハーピーがいっぱいいる。厄介だな。ファイガで一人一殺できない。あー、できた。これこうか。どうなんだ、ちょっとファイガクエイクよりはどうなんだろう、ダメージ的に。123、これクエイクでもよくね。クリティカルヒットだった。寝た。むしろ弱えわ。で、まあいいや、クエイク。で、化け猫だな。
ちょっと減ってきたな。ゲッ、死んだ。マジか。これ死ぬと経験値が遅くなるからな。ちょっと毛やるか。ダメージはそこそこ食らうからね。これこっちいけんの？あ、いけるわ。ピンクのコート、どうしよう。ミルフィーにしよう。サイバースーツをミンクのコート。防御は上がるけど、サイバースーツ系がやっぱり素早さが上がってたからね。え、こいつ倒せばいいのか。ネメシスを返してもらうぜ、フェンリル。貴様ボラージュとかいう小僧といたジュピターだな。確かに殺したはずだが、まあいい、何度来ても同じこと。引導を渡してくれるわ。待て、何のことだ。奇襲だ。サンダバ、とりあえず稲妻には強いぞ。50くらいだったら全然大丈夫だな。っていうか回復してね。まあヘイスターかけよう。でケアルガー、ファイガーがいけるか。でヘイスター自分にかける。あ、シビもちょっとやばい。いくつある今ヒットポイント。18とか、かなりギリギリだな。ファイガー早い。しかもこれ2回食らったら確実に死ぬぞ。なんとなく先行予測で、いや自分回復しとこう。混乱した。この混乱がどう出る。正気に返った、早い。でケアルがヒットポイントをちょっとマジで高めに保っとこう。うおー、稲妻に強いけどなんとかなってる。2回食らったら死ぬっていうところかな。いやクリティカルヒット800とか、マジかよ。ボス戦で死者が出るとちょっときついな。2回食らわないことをだって祈るしかないもん。よし、早い、ナイスだ。ゴア、危ねえ。うわ死んだ。あとはもう押し切るしかない。これいや、でも1人回復に回すか。自分は自分で回復しよう。ケアルが覚えさせておいてよかった。うおー、あぶね。343って耐えられる？これは耐えられるな。ケアルか。365食らうのか。いやこれはやばい、死んだ。これは死ぬかもしれない、マジで。うおー、ギリギリだ。あぶね、これセーブしてなかったからな。死竜だけレベルが突出して上がっていく。おい、ジュピターさんは死んだのか。いえ、貴様ジュピターではなかったのか。グヘイ111。ボス戦の前やっぱセーブ必須だなこれ。ガッ、マジックパワーが足りなくなっちゃったよ。で牢屋の鍵、あそこ牢屋だったのね。そういうこと。いや強いな、時空さすがだな。でクエイク、ちゃんと対策を取っていかないとこれマジでやられるぞ。隠れ戦士、そんな大層なもん。もういいや。呪いって何の？そうかな。シリュー、またレベル上がった。今シリュー一番高いよね。レベル24、一人だけ強い。牢屋の鍵。あ、でさらに裏へ行けと。
うわー、自信使ってきた。敵もかなり強いね。ノイリーダー、ヒットポイントは回復しておこう。ケアルラで一生、もういいや。隠れ戦に、まあファイ赤竜巻、おお、めちゃ強い竜巻にね。いや、左下のやつなんでそんなミスんの。クリティカルヒット、いや、さらに結構続いてんな。え、こいつもあれか、寝てんのか。邪魔邪魔。お兄ちゃん、ディエンお兄ちゃんなの。ああ、助けに来たよ、ありがとう。ディオールは来てないんですか。いや、手分けして探してたんだ。フェンリルの話だと、ここは滅亡寸前で私たちの世界へ移住する気みたいなの。それに神々は4つの聖剣とステスロスの完成を恐れていて、特にこの世界にいるはずの4人のステスロスの乗組員を恐れている。私がさらわれたのは聖剣に関係があるみたいだけど、それじゃあまずそのステスロスの乗組員から探そう。おお、仲間になった。ネメシスレベル25、たっけ強いんだけど、普通にネメシス普通に強かった気がする。まさかにバトルスーツ、ドラゴンブーツ、え、どうする、買ってあげる。まあまだいいや。で、クエイクってかテレポで出よう。特にアイテムとかないよね。魔法は覚えてる、トルネードとか覚えてんだけど。もう一体か。グループには攻撃できる。サンダガも覚えてんな。なんか強いぞ。ネメシス、エスパーではないよね。400とか当たんなかった、今。呪いの歌。何、呪いリーダーって。じゃあ、ちょっとテレポを使います。化石流ソルジャー、ちょっと分散させて攻撃しよう。ちゃんと400両っちゅうことか。普通に強え。ドラゴンソードだから化石流にダメージが取ったのか。この町の南西に見える山が橋戸山、キナイアを経由していけるはず。人は相変わらずいないか。墓、特に何もない。ありがとう、おかげで呪いが解けました。橋戸山にいるバルザイにお会いください。かつてソウル神とステスロスに乗り神々と戦ったことのある私の師匠です。他の乗組員であるシャルル、ズカウはマサムネを仲間にするならきっと力になってくれるはずです。こいつは、君たちがフェンリルを倒してくれたんだね、ありがとう。それだけ。こいつ何、ズカウバじゃん。私はクレネス王の命を受け、聖なる防具を作る旅をしている。雲の上の町クラウドに来ることがあればぜひ寄ってください。え、それだけ。闇の石、あ、こいつはいいや、後で。で、ステスロスの牢、ヒットポイント回復しよう。宿屋、これさ、もはや宿屋に泊まる意味ないよね。これがあるから。発進、波動砲、この波動砲が入ればクエイクの2回攻撃で倒せんじゃってか。死流ハイエー、で、こっから定期戦がもう出てるはずなんで、機内屋行き定期戦、まもなく出港です。はや船はや。というところで、じゃあ
フェンリル倒してキナイアに着きましたので、今回はここで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。